ていうかもう1週間経っちゃいました。ルナです。セミはうるさく鳴いていますが、すっきりしないお天気にちょっと不満なあかねです。今回は同時配信しているゲータンオープンキャンパス2017にちなんでオープンキャンパスのトリビアです。オープンキャンパスのオープンっていうのはゴルフの US オープンとか全英オープンみたいに誰でも参加できるっていう意味なんでしょ？意味としてはそうなんだけど、もしゴルフで誰でも出られるっていうことになると東京マラソンみたいに予選に何万人も来ることになっちゃうから制限っていうかルールが決まってるの。東京マラソンも抽選があるもんね。 US オープンだと予選に参加できるのは156名なんだけど、半分は設定された条件を満たしていて優先出場権を持っている選手になってるの。過去に優勝した人とか？そうね、メジャーと言われている大会に優勝したことがある人には資格があるし、全国的なアマチュアの大会の優勝者とか大会直前のプロの世界ランクで60位以内に入ってるとか。資格があっても出ない人もいるんでしょ？そうね、それは個人の自由ってことになってる。残りの人はどうやって選ぶの？アメリカ国内10カ所と日本とイギリスで開かれる予選会でそれぞれトップ4人ぐらいが本戦に参加できるの。オープンって言っても完全に開かれてるわけじゃないのね。東京マラソンだって一般参加者には6時間40分以内で完走できるっていう条件があるわ。 42.195キロ400分ってことは100メートルを57秒、1キロ9分30秒ってことね。早くはないけどこれを42キロ続けるのは結構大変かも。とにかくオープンって言っても全く条件がないわけじゃないってこと。じゃあオープンキャンパスにも条件があるの？ゲータンの場合は本学への入学をお考えの高校生、受験生、保護者の皆さん、高校の先生方を対象にしてますって断ってる。でもそれ以外の人は来ちゃいけないってことじゃないでしょ？確かにそうだけど、普通は来ないでしょ？普通のイベントとは違うもんね。でも行きたい大学が同じ日になってると困っちゃうね。そこは大学側も考えてて、できるだけ重ならないように工夫してる。ゲータンの夏のオープンキャンパスは海の日の前の日曜日で、9月も敬老の日の前で、いつも連休の中日。大分の場合、温泉や宿泊施設がいっぱいあるから、県外の人が来るには連休の方が保護者の方も楽しめるでしょ？なるほどね。それに毎年同じ日に設定していると他の大学も計画が立てやすいってことね。今年の夏は開学以来の人数が集まって大盛況だったのよね。美術科のデザインは特に良かったの。人気があるっていうのはいいことよね。オープンキャンパスっていつ頃からやってるのかな？1990年より前にはなかったみたい。始まったのは少子化が問題になり始めた90年代後半から。最初はより多くの学生を集めるためだったんだけど、2000年頃からは偏差値が高い大学でも行われるようになったの。どうして？高校生に大学の具体的なイメージを持ってもらって大学と受験生のミスマッチを防ぐためって言われてる。どういう教育を望んでるかってこととどんな学生が欲しいかっていうことをはっきりさせるってことね。だから東京大学でもやってるの。なんかお堅い感じがするけど。確かに血液が固まる意義とメカニズムとかこの世の成り立ちを探る素粒子物理学研究の基礎と最前線なんていう講義が中心。興味のある人には魅力的かもね。だから世界最高エネルギー加速器 LHC で探る宇宙誕生の謎なんていう人気のありそうな講義は整理券を配ってるの。2日間の日程で22ページもある公開講座のパンフレットが出されてるのよね。1日の参加人数を6000人に絞ってるけど。6000人？実際には保護者も入れて2日で2万人くらいになるらしいけど、さらに来れない人たちのためにオンライン体験もできるようになってるの。どんなプログラムがあるの？オープンキャンパスの模擬授業、学部紹介や世界的に有名な教授による特別講演、昭和28年以降続く伝統の市民講座を動画で公開してるの。私たちのライバル東大 TV ね。東京大学で開催された多彩な公開講座や講演会を動画でお届けする大学公式のウェブサイト。東京大学では毎日新しい地が生産され世界の地が行き交ってるんですって。ゲータンだって毎日新しい地が生まれてるわ。血液の方じゃなくて知識とか知恵っていう意味ね。そっちでも負けてないはずよね。無理に張り合うことはないんじゃない。私たちは地域コミュニティのための情報発信が目的だから。打倒東大 TV。 戦わなくていいの。
東大には大規模オンライン講座もあります。全部英語で講義してて、全部受講すると修了書がもらえるのよね。そうです。興味のある人は東京大学のサイトで探してみてください。ただし説明もすべて英語です。とにかくこの東大のサイトは登録している人が30万人以上いるので、私たちも再生回数で30万を超えるように頑張りましょう。東大でもやってるってことは、全部の大学がオープンキャンパスをする意味があるってことなのね。コマーシャルとは違うってこと。自らの活動をより広く知ってもらうことが目的なのね。そういうこと。実績を具体的に示すことで存在意義を理解してもらうってことね。そういう意味じゃ私たちも同じね。そうです。夏休みも頑張るのでよろしくお願いします。ということで今回はここまで。それでは皆さん、ごきげんよう。